スーパーバンタム級最強と目されたフルトンに8回 TKO で勝利を収めた井上尚弥。衝撃の完勝劇の裏にはどんな駆け引きがあったのか。井上尚弥 VS フルトンの勝負を分けたポイント、お元 WBA 世界スーパーフライ級王者の飯田聡氏が2回にわたって徹底解説。第2回は、フルトンの奇策を超えた井上の対応力について。より小さい前2回のシャープ2シャープ1へより大きい、衝撃写真、これはえぐい、井上尚弥、衝撃の右ストレート、でフルトンの顎が歪む決定的瞬間&左フックで、無敗、フルトンが倒れ、井上尚弥 VS フルトンの貴重写真をすべて見る井上尚弥が井上尚弥なら、フルトンもまたフルトン。挑戦者の誘い水作戦にうなった一方で、スーパーバンタム級の猛者に競り勝ってきた2団体世界王者が取ってきた、奇策も世界のボクシングを長年見てきた飯田聡を驚かせていた。フルトン選手がどうしたかっていうと、これまでの試合と比べて足のスタンスを明らかに広げてきた。その前足で尚弥選手の踏み込みを邪魔して、懐の深さを作っていたんです。だから同じオーソドックス、右が前、なのに、前足がぶつかるシーンがよくありましたよね。尚弥選手が出す左足の前に、自分の左足を送ってことは体を横向きにしなきゃいけないため右ストレートを打つにしても、腰が入らない。それでも踏み込みを止める、邪魔するっていうことを優先した。その目論みはまずまずうまくいったとは思います。僕もこれまでボクシングを見てきた中で足の長いリーチをこのように使うのかって、新たな発見ではありましたね。左ジャブ、左ボディストレートなど井上のパンチは単発で浴びつつも、いつもより10センチメートルくらい広げた前足で踏み込みを妨げてスピードに乗った強打の威力を弱めて、何とかさばいていたというのが飯田の見立てである。尚弥選手からすると、足一つ踏ん前に出されている踏ん、外から内に行くことを考えなくてはなりません。フルトン選手の前足を踏み越えていく分、ジャンプというか遠い距離に対する対処が必要になった。1ラウンドでジャブの差し合いに勝って、減量苦から解放された尚弥選手にはパワフル感がありました。スーパーフライ級やバンタム級に転級した時と同じで序盤 KO 勝ちもあり得るなと感じました。でもそうはならなかった。途中、捕まえさせなかったのは広いスタンスを有効利用したフルトン選手のうまさでした。さすがのフルトンも井上の作戦には面食らったに違いなかった。それでも井上のエネルギッシュな強打をしのぎつつ、なんとか勝ち筋を見つけようとしていた。しかしながら、戦いながら現状や想定を超えていくのがモンスターと呼ばれるゆえんなのかもしれない。尚弥選手が1ラウンドの途中で、相手の足に当たってつまずいた場面があったんですよ。でもすごいなと思うのが、それ1回だけなんです。踏み越えていくなり、違う角度から攻めようとするなりしていました。こんな場面もありました。3ラウンドに尚弥選手がインサイドに入ってきた時にフルトン選手が左フックを合わせようとしたんです。これこそがフルトン選手がこの試合で絶対にやりたかったこと。簡単には入らせないが、入ってきたら来たでフックなりアッパーなりでスピードに乗ったショートで合わせてやるぞ、と。それを尚弥選手はことも投げにヒュッとかわしたんです。合わせようとしたスピードパンチがかすりもしないわけですから、フルトン選手からすればかなりショックだったのではないでしょうか。フルトンは外堀を埋められていくような感覚だったのかもしれない。肉体のみならず、心も削られていく感覚。井上がバンタム級士団体統一に成功した前回のポール・バトラー戦において中盤、ペースを落としたように見えた点も頭に入っていたはずである。だが眼前にいるモンスターは減量の影響がなくなったためか、ずっとエネルギッシュなままだ。6ラウンドまでの採点は圧倒的に井上が有利であることは誰の目から見ても明らか。そこで戦法を変えてきたのはフルトンの方だった。7ラウンドに入ってからいつものスタンスに戻してきたんです。彼も踏み込んでのパンチを打ち込んでいくためにスタンスを狭めて、ぐっと行くつもりなのかと思いました。
でも後で考えてみると、むしろ体力的にきつくなって緩めてしまったという方が正しいように感じました。ジャッジ3者ともに7ラウンドはフルトンの10から9。しかしそれは最後の抵抗に過ぎなかったことが次の8ラウンドで証明される。井上は左ボディストレートを叩いたその刹那、鋭い右を浴びせてぐらつかせ、追い足で左フックを見舞ってダウンを奪ったのだ。繰り返しになりますけど、直也選手がそれまで仕留められなかったのは、相手の前足が邪魔になっていていつも通りの踏み込みができなかったから。フルトン選手は懐を深く持った分、クリーンヒットを回避できた。それがスタンスを狭めてしまうと、突っ立つ形になってしまう。直也選手がいつも通りの踏み込める状況になって、そのチャンスを逃がさなかったということ。スタンスが広かったままなら続く右は打てなかったと思うんです。この時ストレートというよりちょっと被せる感じで打っていました。フルトン選手のガードの上から当てるってことは、やっぱりそれだけ近くに入らないといけませんから。7ラウンドより8ラウンドの方があからさまにスタンスは狭くなっていて、井上対策を解いた瞬間に、あのダウンシーンが待っていました。驚きはこれで終わりではなかった。立ち上がったフルトンに対し、井上がコーナーに追い詰めてパンチの雨を降らせて試合を終わらせたシーンだ。フルトン選手といえばクリンチ。腕で巻き込む力が絶対的に強くて、戦った相手はみんな逃げ切れずに巻き込まれてきました。コーナーで彼は何度もクリンチに行こうとしているんです。でも直也選手が体のパワーでそれを許さない。足腰の強さ、体幹の強さでそれを弾き飛ばしていました。実際、体も大きくなってスーパーバンタム級の肉体でした。死に物狂いでやってきたクリンチに巻き込んでしまえば、あのラウンドは逃げ切られたかもしれない。どうしてクリンチできないんだって一番驚いたのはフルトン選手だったはずです。終わってみれば井上の完勝。ほぼポイントを失っていないジャッジペーパーを眺めれば、一方的な内容だったように映る。しかしながらその内実は、両者がお互いに研究し、それを実践した上でのスリリングな駆け引きの応酬であったことを書き記しておきたい。そして頭脳と肉体をマックスにフル回転させたヒリヒリとした戦いの中で、一度も劣勢に追い込まれることなく井上は、その上をあっさりと超えていったことも。試合のメモに目を落としながら飯田は言った。直也選手については、もうすごいの一言。本当にもうそれしかないですよ、笑。徹底解説を締めくくる言葉は、簡単のみ。どこまで強くなっていくのか、その可能性は広がるばかり。進化を止めないモンスターに向けた最大の賛辞であった。